皆さんこんにちは、いくみママです。本日は皆さんにちょっと紹介したいドーナツがあります。いくみママの動物ドーナツのベースになっている有精卵プレーンドーナツを使った簡単まかないドーナツです。兄ちゃんまだだよ。はい、実は5年ぐらい前にですね、このいくみママの動物ドーナツのレシピ本を角川さんから発売させてもらったんですけど、この中にもですね、みーちゃんダメだよ、この中にもですね、はい、こんな感じで紹介させていただいているんですが、本日はハムチーズサンドを皆さんに紹介したいと思います。いくみママで購入していただいた、プレーンドーナツと、それからハムとチーズ、ブロッコリースプラウト使用します。で、あとウーママの動物ドーナツでも有精卵を使用しているので、同じ有精卵を使っているマヨネーズを使用したいと思います。ドーナツを半分に切っていきます。ハムを入れておいて、チーズを置いて、よいしょ、ちょっとこのマヨネーズを絞るだけです。ぐるぐるぐる、あら、ぐる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 っと、結構ね、たっぷりめの方が美味しいと思います。こちらをちゃんとして、実際食べてみたいと思います。簡単2分で作れるハムチーズサンドです。いただきます。めっちゃ美味しいです。ドーナツがちょっと甘いんですけど、ハムの塩気とチーズとマヨネーズ、いや、ほんと美味しい。売り出してもいいぐらいだね、これは。まかないというよりも、うん、美味しいです。最後一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。今日のまかないはハムチーズサンドでした。レンドーナツを買っていただいて試してみてください。では皆さん、またご紹介しますので、ぜひチャンネル登録してくださいね。さようなら。